ラーンタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中部、マールブルクビーデンコプフ郡の町村である。ミッテルヘッセン北西部にあたる。ラーンタールは、ラーン川上流、フランクフルトアムマインの北8 3トルマールブルクの北西約7トルに位置する。町の西側に高さ4 9 8ルの、リムベルクがそびえる。 西から東に流れ下るラーン川沿いの、ブルンガースハウゼン地区、ケルンバッハ地区、カルデルン地区は、オベーレス・ラーンタール地域に属す。これに対して、シュテルツハウゼン地区、ゴスフェルデン地区、ザルナウ地区、ゲッティンゲン地区は、ベトシャフトボン地に属す。オベーレス・ラーンタール地域は、ロタール山地の市役へ連なるグラーデンバッハ・ベルクラントの北の継ぎ目に当たる。 ラーンタールは、中緯度地方の温暖で雨の少ない気候に属す。夏の日中平均気温は、オベーレス・ラーンタールで15摂氏16度、ベトシャフト・ボンチで16摂氏17度である。冬はそれぞれ、低、摂氏1度と摂氏1度である。平均降水量は、オベーレス・ラーンタール地域で、約800から1000ミリメートル、ベトシャフト・ボンチで700から800ミリメートルである。 ラーンタール最大の水域はラーン川である。この川は、町域内北部を西から東へ流れ、一部は南東に流れる。ベトシャフト川は北から流れ込む。ベトシャフト川は、月ピン源の南東、海抜192メートルの地点でラーン川に左岸から合流する。ラーンタール町内の他の小川は、地理的条件から流路が大変短く、直接、 関節にラーン側に流れ込む。例えばザルナウ側はザルナウ地区付近でラーン側に合流する。ラーンタールは北と東はベッター、南東はケルベ、南はマールブルク、西はダウトフェタールと境を接する。ラーンタールイコールカルエンボーこの町は1972年から1977年までの ヘッセン州の地域再編の時代に、新しい名称オーラーアンタールの下に成立した。各地区は、それぞれ独立した歴史的なルーツを有している。ブルンガースハウゼン地区の近くで1992年に10世紀から13世紀の上司、ブルガースハウゼン上司が発見された。この城が貴族家、ド・ブルンゴーデス風船家と関係があるかどうかは、証拠がないために、 現在では明らかでない。カルデルンの教会は、現在は遺跡だけが残る首都会女子修道院の中心であった。この修道院は、砲白の裁判所として800年頃に記録されている。ゲッティンゲン地区は1306年に初めて記録されており、その位置から重要な交通の分岐点となった。30年戦争以降、フランクフルトからブレーメンに至る。 通称路が、ゲッティンゲンやケルベを通っており、ゲッティンゲンから、エルベンハルトに至る旧ニーダーライン街道がビュルゲルンの、諸星ハウスの前を通っていた。850年頃にはすでに、古田修道院への寄贈書に、初めて記録されたゴスフェルデンは、何、世紀もの間マールブルクのドイツ騎士団に属していた。十九世紀の初めには、カルデルン、ゴスフェルデン、シュテルツハウゼン、 ベッターのユダヤ人が属すシナゴーグ組織が設けられた。ヘッセン州立文書館マールブルクの記録によれば、ケルンバッハ地区は1130年頃に、ケージャーンボックとして記録されている。その後の1254年のカルデルン修道院の文書には、カレンボックと書かれている。ザルナウ地区の名前は、ケルト語及び、スラブ語起源である。サーナはワノロジカの草地を意味する。 当期の出土品はそれに適合した古い入植と結びつくものである。ザルナウは1200年頃に初めて文献に登場する。1322年には騎士のゴッドシャルク・フォン・ザルノーベがザルナウに騎士寮を経営していた。シュテルツハウゼンの教会の防衛等、シュテルツハウゼン村は13世紀にはベッターハク寮に属した。この村について、 古い文書や記録は様々な表記をしている。例えば、スタイマートゥッシン、ステリショッシン、スターツハウゼンといった具合である。特徴的なシュテルツハウゼンの教会の防衛塔は、はるかに古い建物である。この塔の基礎壁は、ロマネスク時代の礼拝堂に由来すると、高い確率で推測される。最も古い梁には1246年の年号がある。 内人室には十三世紀の壁が残されている。地域再編では、旧カルデルンと旧ケルンバッハからなるカルデルンが、1971年12月31日にシュテルツハウゼンと合併したことで、ラーンタールという名の新しい自治体が成立した。1974年7月1日に、それまで独立した、町村だったブルンナースハウゼン、ゲッティンゲン。 ラーンフェルスが合併して、この町は拡大した。ラーンフェルスは1971年末に、ゴスフェルデンとザルナウが合併して成立した、町村であった。ラーンタールの町議会は、31議席からなる。この町の紋章は赤字で、ドイツ騎士団の紋章を持つ銀の並体が描かれている。ドイツ騎士団の紋章の下に、 内側を向いて斜めに配された金の修道院長杖この杖には銀のベールがついている。紋章に向かって右上に3枚、下部に4枚、銀の三つ葉のクローバーが描かれている。この紋章はヘッセン州の地域再編によって成立したこの町の姿に基づいており、並体は町名の由来となったラーン側を示している。クローバーの数は 地区の数に対応している。修道院長杖は、カルデルンをドイツ騎士団の紋章は、ラーン川の南に位置するゴスフェルデンの一部をそれぞれ表している。ラーンタールは、1986年4月6日から、フランスの町シュサルグと、姉妹自治体の関係にある。シュサルグは、南フランスのエロー県のモンペリエ近郊、地中海にも近い位置にある。ラーンタールと、 シュサルグとの間は約 1050km 離れている。ポーランドの町スタラ・キシェバとラーンタールとの姉妹自治体関係は2005年1月10日のポーランドでの式典で強化された。ラーンタール側の調印は2006年5月26日になされた。スタラ・キシェバは人口6200人でとても小さなものも含めて約20の集落からなる町である。 グダニスクの南約 80km、マルボルクの西約 80km にあたる町で、観光状況を深いカシューベ地方に属す。ラーンタールの町は、2007年以降、ケルベ、ミュンヒハウゼン、ベッターと強く共同で活動を行っている。いわゆる軍北部の古典的な行政課題のほかに、重要な自治体の将来的課題、例えば人口統計学的推移、 環境適合エネルギーの供給、青少年育成といった問題に自治体間共同で取り組んでいる。また、老人の住まいとソーラーの二つの見本市を共同で開催した実績もある。ゴスフェルデンの古い橋町域を東西に、ビーデンコプフ方面からケルベ方面、さらにはアルスフェルト方面へ向かう、連邦道 B62 号線が通っている。 北のディーメルシュタット及びコルバッハ方面から来た連邦道 B252 号線はゲッティンゲンが終点である。オベーレスラーアンタール鉄道はマールブルクからビーデンコプフ及びバートラーアスフェを経由してエルンテブリュックまでを結んでいる。この路線はクールヘッセン鉄道によって運営されている。この路線は町内にカルデルン、シュテルツハウゼン、 ゴスフェルデンの駅がある。ザルナウ駅は2010年7月に旅客営業が廃止され、貨物駅に移行した。その代わりに、2010年7月4日に、ラーンタールイコールザルナウ停車場が開業した。ラーンタールの町は、その町域の一部がブルクバルトエーダーベルクラント地域、観光を目的とした、ラーンタール地域、ラーンディルベルクラント自然公園にそれぞれ属している。 この町は、ダーンタール自転車道沿いにある。ありがとうございます。